久保さん、消えた動画にしましょうか。このね、奥間長女合宿やりとりしまして、この久保さんから送っていただいた動画を、まあ、アップロードしてるんですけど、その動画がペナルティ食らいまして <laughs>、この僕の今やって運営してるチャンネルって一個もペナルティ食らってないですよね。7年ぐらい運営して一個もペナルティ食らってなかったんですけど、ペナルティ一回食らいまして、久保さんのね。でも一回目のペナルティは注意喚起みたいな感じで、 次なんかやったら、なんかアカウントに影響するよみたいな感じなんですけど。まあそれがなんか個人情報いじめやらせみたいなね。なんか久保さんが多分あの、あれですよね。あの、寄付してますっていう、寄付してますっていう子供の、その、まあ何語で書いてるかわかんないですけど、あの、何語で書いてるかわかんないんだけど、一応個人情報が書いてるようなやつをこう見せてね、これ寄付してるんです、この子に、みたいな。隠し語だったかな。そう。 それがペナルティー食らえまして、まあ、久保さんのとこにも行ったと思うんですよ。久保さんのとこが一回食らって、僕のとこにも来たんですね。僕も同じ動画アップしてるんで。うんあ。あ、その動画は消えましたね。<laughs> 消える動画です。まあ、それ以外は消えてないかな。うん。一本だけ。まあ、あとね、999話で終わらしてる理由っていうのは、最終1000話ですね。この、億万長者合宿なんちゃらってやってますけど、 あの、戦話シリーズっていうのをね、そのうち始めるので、まあ、これはまあ、あ、何年後っすかねあ、あの、10年後か、わかんないですけど、<laughs> ついにみたいな。で、多分もう、あの、戦話シリーズは、もうずっとそ,それでやってもいいかな。でもね、あの、再生リストあんまり溜め込むと、まあ、僕すみません、再生リストで管理してるんですけど、あんまり溜めすぎるとね、 あのー、見えなくなるというか、追えなくなるというか、うん、なんかね、なんか数字がちっちゃくなってくるんですよね。なんか、まあちょっと、表示の仕方がちょっと、要は見,見えづらくなってくるので。まあとりあえず、1000話公開はま,まだちょっと先ですけどね、動画まだありますからね、あの、1000話用の、1000話目の動画 <laughs>。ちょっと楽しみですね。 あの方も多分見てないでしょうね。おそらく。多分この <laughs>、このやりとりが始まって10年後ぐらいに見てないでしょうね。いってらっしゃい。